マイケル・ジョンソンは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家。ミズーリ州セントルイス出身。サンフォード MMA 所属。浮き沈みの多いキャリアだが、後に、ライト級暫定王者となるとニー・ファーガソンとダスティン、ポイエーをはじめ、エジソン・バルボーザ、グレーゾン・チバウ、ジョー・ローゾン等の競合から勝利を収めている、実力者である。セントラルメソディスト大学時代は、 レスリングとフットボールで活躍。2008年にプロ総合格闘技デビュー。2010年リアリティ番組ザ・アルティメット・ファイターのシーズン12に参加。ジョルジュ・サンピエール率いるチーム GSP に所属。ライト級トーナメント1回戦でアーロン・ウィルキンソン2回戦でアレックス・カセレスを下し、準決勝ではナムファンに2から1の 判定勝ちを収め決勝進出を果たした。2010年12月5日、ザ・アルティメット・ファイター、チーム GSPVS、チームコスシェック・フィナーレのライト級、トーナメント決勝で、ジョナサン・ブルッキンズと対戦し、0から3の判定負けを喫した。2011年6月26日、UFC 初参戦となった UFC ライブ、コンゴ VS、バリで、 エドワード・ファーロロットと対戦し、パウンドで TKO 勝ちを収めた。2012年5月5日、UFC オン・フォックス3で、トニー・ファーガソンと対戦し、3から0の判定勝ち。2012年10月5日、UFC オン・ FX5 で、ダニー・カスティーリオと対戦し、パウンドで小勝ち。ノックアウト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2013年8月17日、 UFC ファイトナイト、将軍 VS ゾンネンでジョーローゾンと対戦し3から0の判定勝ちを収めた2013年12月28日 UFC168 でグレーゾンチパウと対戦しパウンドで小勝ちを収めた2014年3月8日 UFC ファイトナイト、グスターフソン VS マヌワでメルビン・ギラードと対戦し3から0の 判定勝ちを収めた。2015年2月22日、UFC ファイトナイト、ビッグフット VS、ミアで、ライト級ランキング6位のエジソン・バルボーザと対戦し、3から0の判定勝ち。2015年8月8日、UFC ファイトナイト、テイチェラ VS、ストリート、プラでライト級ランキング12位のベニール・ダリウシュと対戦し、1から2の判定負けを喫した。 2015年12月19日、UFC オンフォックス17でライト級ランキング15位のネイト・ディアスと対戦し、0から3の判定負け。破れはしたものの、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2016年9月17日、UFC ファイト・ナイト、ポイ・ VS ・ジョンソンでライト級ランキング7位のダスティン・ポイエイト戦し、左ストレートでダウンを奪い。 追撃のパウンドで 1RKO 勝ち、パフォーマンスオブザナイトを受賞した。2016年11月12日、UFC205 でライト級ランキング2位のハビブ、ヌルマゴメドフと対戦。序盤は素早いパンチでヌルマゴメドフをぐらつかせるものの、テイクダウンを奪われると一気にヌルマゴメドフペースとなり、3R に木村ロックで一本負け。2017年7月7日、 ザ・アルティメット・ファイター25フィナーレで、ジャスティン・ゲイジーと対戦し、パンチでゲイジーをぐらつかせ、コスン前まで追い詰めたものの、ニアールにスタンドパンチと膝蹴りの連打でキャリア初の、TKO 負け。破れ走ったものの、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2018年1月14日、フェザー級転校初戦となった UFC ファイトナイト、ステファンズ・ VS、チョイで、 フェザー級ランキング10位のダレーエルキンスと対戦し、リアネーキドチョークで一本負けを喫した。2018年8月25日、UFC ファイトナイト、ゲイト GVS、ビッグでアンドレ・フィリと対戦し、2から1の判定勝ち。2018年10月27日、UFC ファイトナイト、ボールコン VS、スミスでアルテム・ロボフと対戦し、3から0の判定勝ち。 2019年3月30日、UFC オン ESPN バーボーザ VS ゲイト G で、フェイザー級ランキング10位のジョシュエメットと対戦し、スタンドで優位に試合を進めたものの、右フックで 3RKO 負け。2019年10月26日、UFC ファイトナイトマイアビ VS アスカランで、スティービーレイと対戦し、優勢に試合を進めたものの、0から2の 判定負け、ありがとうございます。